皆さん、こんにちは。柏店です。ね。さあ、週休漫画ドリームトーナメントも、いよいよ準決勝まで来ましたよ。早いもので。でね、このカードとはって思ってるんですけど、個人的には。東京シティエスペリオンユース対、市立嵐山高校、アオアシ対エンジェルボイスという真逆、なんか、前回、エスペリオン時に言ったんか、掛川戦じゃねえや、成績戦で、いや、ちょっと高校サッカーとユースっていう意味で真逆やね、みたいな話したんやと思うんだけど、まあ、これはもう作品の方向性が真逆というか、同じサッカー漫画でも、本当に対極になるんじゃないかなっていう、2つのチームが、ここで対戦するという、ね。まあ、もうエンジェルボイスも内容知ってる方だって、まあ、ちょっと喋ってるか、今までのエンジェルボイスというか一覧の動画でも喋ってると思うんですけども、まあね、プロを目指す選手たちと、なんていう、まあ、どん底というかヤンキーから成り上がってっていう2チーム、まあ、悪さばっかりってなんか、オバハンくさいな、俺。まあまあまあ、そんな感じでやっていきましょうか、とりあえず。ね。キックオフ。さあ、今回から準決勝はユベントススタジアムでやろうと思ってます。はい、よろしくお願いします。あんま僕自身ピンときてないんですけどね、ユベントスが使ってんねやろうなぐらいの感じなんですけど。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、快晴で。いつもの4-2-1-3ということで、まあね、エスペリオンは藤田東と、まあ、成績を倒してここまで準決勝戦で、市立嵐山ですね、4-2-3-1ということで、市立嵐山の方は、八千草高校と、あれだね、出てこへん、あ、そう、鎌倉学館ね、そうそうそう、倒してきましたけど。さあ、キックオフ。おー、裏、いきなり。いやー、ここは、せいやな。おー、でも、拾った。いやー。うん。いやー、いいね。さあ、水打ち。おー。いやー、よかったけどな、今の攻撃。チャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。百瀬のシュートは惜しくも枠外。キャプテン百瀬、よく一覧入ったなってずっと読みながら思ってたんで 設定的にも最悪に悪い評判サッカーであったのに、なんでやったっけ、忘れたの、なんか理由あったっけ。バイト、さあ高杉。うわー、裏。で、小早川から、どうする？繰り返し。いやー、ついたね、なんとか。ロングフィード、超えた。成田。いやー。今日のゲーム、両チーム、まずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まあ、始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。成田は全然ありますから、石が少ない。いやー、奪ったけど、どうする？いおう。いやー、面白い。サイドのスペースへ走あ、そっらちか。せる。ボール入りますよ。サイドまで行った。どうする？おー、イメインところ、シュート。いやー、ここはキーパー。ディフェンスなかったね。よくつなげたな。おー、リスタート。抜けてく。栗林から、いやー、いいパス。うわー、ダイレクトでいった。まあ、今ちょっとね、距離が長いパスが通ったので面白いかなと思ったんですけどね。栗林から義経。後ろ向きのボール、めっちゃトラップじゃねえよ、ボレーしたの。
に差し掛かっています。ボール減りましたよ。うん、いいね。ユーマからいやーナイスタックルけど、いやここ裏へのスルーパス、うん、シュートもあります。吉爪から抜けてくる。いやうわうなびっくりした。オンゴールするかと思ったよ。いやでもそう、うん、流れから繰り出し、おシュート、いやーナイスキー。枠を捉えている。惜しい。所沢、いやーいいシュートやったけどね。おシュートゴール、シュートやりましたね。キリギ素晴らしい連携。おーシュ、中央へ、いやお、成田拾うか、カウンター、いやー、潰す。キーパーだけじゃないぞっていう気迫を感じましたよね。素早くだ。もう一つ前に行きたい、うん、お、ましたね、シュート、いやー、やっぱり決めた。やっぱり決めたよ、ですね。ここで先制。いやー今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、ここでターンして、高杉に預けて、いやーこのパス、一歩反応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、パス取った時点で勝負ありやったの。こういったゴールが生まれたんでしょうね。振り向きざまにあんなパス出すな高校生。いやもうこのコントロールも完璧やな。いやしっかり所沢が倒れてない方に、しかし日立高校からサッカー始めてさ、あの、まあ、キーパーでもあれはもうチートよ。攻めてくるわけですから攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。なるほど。最初の方ちゃんとなんか決めめっちゃ決められんねん。おどうする？お、犬に入る。あ、ここに犬入ったら面白いけど、いやー、オフサイドかな。これはフラッグが上がっています。うん。しっかりバウンド通るし。前半28分。シム。山田。高杉。シム。お。ギリギリ。山田。ね、うん、味方選手はまだ十分上がってきていません。さあ小林か、ここは一人で行く。なあ、お、クロスを上げる。クロス上げた、うん、成田、うん、あー犬拾った、奪われない。いやーこれ奪われかった、でかいな。カウンターはできんかったけど、小上組み立てる、山盛り、犬大きくサイドチェンジ。いやここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。ちょっともったいなかったな。山田、うん、ボール狙っていく、追いつくか、前から追いついた。いやーうまい今のうまかったけどな、タックルかわしたとこ、さっき滑らしておいて逆突くっていう。ここもしっかりディフェンスしました、うん、足と、いやー、ね、もうちょっと過ぎています。もう遅い。どこを使う。おお、いいね。小上にパス、うん、グループクラブ中は枚数います。いやー、いチャンスですよ。お、ここで受ける、うん、何そのパス、ここで受ける。いやー今慣れたとんでもないことしたのに、ね、ボールを奪います。さあ、ですね、キリギ、うん、
いや前半終了1対0エスペリオンリードで折り返します。セインツラグラまずは前半先制して折り返しました。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを見逃しませんでしたね、はい、51-49で、うん、方法もありますけど、パスもまだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですね、うんうん、シュートも ね、 エスペリオンの方が出るのかな。セインツラグラが1対0とリードして折り返します。後半参りましょう。セインツラグラ 1-0 リードです。の守り、いやカットされた、これきついよ、正しい、うん、いやいいですね。でも拾ったのはうわスルーパス通るってなったらドキッとするよ、なんかイメージ、うん、チャンスよ、いい形ですよ。どうする、お切り込んだ、おお、いやさすがに通してくれへんね、切り返し、すごい切り山田フライト、うん、中杉フラグを走らせる、面白い、うん、これはなかなかこじ開けられないと、ボールは犬に預けたよね、お犬に入ったけど、乾がフリーな状態で受けたらだいぶチャンス広がるけど、いやー切り切り、セインツラグラーこのセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めに行けたら最高ですよね、うん、後半 1-0 の状況ってかなり締めですから、やられたら同点、決めたら安心という大事な場面ですからね。切り切り、いやーよかった、ここもしっかり、いやーでも栗林から山田、うん、うわー裏よしつね、よしつねシュート、いやー弾いた、こぼれまだあるよ、攻撃が続きます、うん、セインツラグラクロスのチャンス、いやー、うんうん、アイオヒール嫌いじゃない、いやー競り勝つな、セリフなりた、時間帯だけを見れば攻めるのか守るのか難しいところですね。さあ二宮、まあ個人的にはあと3点取りに行くぞっていう気持ちでね、縦、縦入った、縦入ったシュート、うん、いやー正面か、なんか打たされた感があるのに、さあ足と、うん、うわー足抜けた、ナイトからチャンスで行きたいですね、ボール繋がります、さあ足と切り込んだ、おシュート、シュート、おー入った、よしすね2点目、セインツラグラ、いやセインツラグラ、これで2点差、迎えたな、今うまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、うん、今のは努力も申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね、うん、いやまた通ったな、バンダイの、いやーですね、4点目よ今大会、3試合4得点、さらに1点を追加し2対0としています、うん、セインツラグラーとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、うん、2点リードは精神的に大きいですからね、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね、うん、チャンスだ、いやーいたんやないよね、山田北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。セインツラグラーとしては、うん、無理に行く必要はないんですよね、しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますからね。山田、うん、足と、ワン、抜けてくる、どうする、うわあ拾ったな、切り切り、わお、いやー、セ
止めたけど振り返し詰めてたいやこぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。いや今のキリギのパスよ、パスやね、シュートよ。しっかりと次のプレーを予測しているので反応できるんですね。見事ですね。いやこれヘディングで返したけどダイレクトで打って、いやポストに当たった。いやー中に入れたこぼれをキリギが打って、いやじゃあ3-0、いやエスペリオン強い。3点差までその差をつけました。まあ1点取った後、またさらに追加点。という意味では狙いとしては最高ですよね。うん、いや、もう一つ前に行きたい。ここ勝負ですね。味方を走らせるチャンスだ。お、抜けた。成田、いやー、一手返した。ちょっとエスペリオン緩んだな今。ウィキペディアからの情報から来た。バイトした。びっくりした。失礼しました。これうまくマークを外しましたよね。いやそうですね、見事に相手のバックスを報道しましたよね。これは普段絶対危ないところにバイタルが出てきましたね。いやも良かったですけど、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。抜けたね、意地のゴール。メンバーチェンジです。栗林下がる。今日はここで下がります。流れを変える1点となるんでしょうか。さあ足と、また中央へ切り、あと10分か。うわないか。お、サイドフリーですよ。シュート、いやフリックローズ絶好のチャンス、ものにできません。いやただこういったねいいプレーをしてると少し変わってくる可能性ありますからね。うん、なんか点差相手からエンジンかかる感じ、一段って感じ。うん、媒介します。お、足と落ち着いて時間を使います。おー、ババ、はい、変わった。ババキリギ、うん、裏に味方を走らせる。お、オープンのゾーン、中入れた、シンプルに。うん、高杉ピンポイントで合わせてきましたが、綺麗な形だったけどね。足とやられた、ユーマやったな。うん、奪われた。最後一矢報いたいけど、いやーやらせてもらえへん。お、でも抜けた。いやーシュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。いやーラスト、どう
うん、いやー取った、フリーで受ける、いやー決めた、ブルックローズ成田2点目。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。いや素晴らしいですよね、なんといってもあのゴールでスルーパスを出せたってところですよね。これ一番やりたいんですけど、やっぱディフェンダーだけなかなかゴールのスルーパスって出せないんですけども、一瞬超えるスルーパスのゾーンを見つけましたよね。小上からもう2点目です。成田ちょっと、いやですからね、僕らは全員で行くしかないでしょうね。いやー反撃もここまでかって感じやったな。いやー結構、いやー返し遅かったな、ちょっと返すのが、いやー残念。いやー3対2ということでエステリオンが、まあ3点先行して、でも1ランもね残り10分に2点返したんですけどね。いやー決勝はエスペリオンかな、これは次の江ノ高対東京宗教学園の勝者とやるということで、そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の解説は、いやでもシュートもほぼ一緒ぐらいなんだ、まかないシュートがちょっとあれで、いやいい試合だったね、ありがとうございました。セインツラグラーが3対2大接戦を ものにしました。 MVP は2得点の、はい、結局あの栗林のゴール大きかったな。キリギリのはい、ありがとうございました。笑うには難しい。